とあるブースにやってきました。こんにちは。こんにちは。ここではどんなことができるんですか？あ、自分の作ったものを、はい、みんなに見てもらって販売してます。あ、ちょっとこのブースをご案内していただいてもいいですか？はい、はい、ではお願いします。まずこう目につくのがですね、パイナップルとかこういう果物、はい、置物がいろいろありますけど、これは一体どうなってるんですかね？ペーパークラフトです。ペーパークラフト、ペーパークラフト、見えないんですけど、ちょっと触ってみてもいいですか？このパイナップル、あ、軽い。これは本当に紙だけでできてるんですか？紙だけで。これ木彫りか何かこう作ってあるものかなと思ったんですけども、違うんですか？これは全部、はい、全部紙です。これどうやって作るんですか？これはパソコンで一回3D で、はい、パソコンの中で立体を起こして、それを展開して、それに色をつけてます。実はここの下にですね、型紙ですか？これは。はい、型紙です。これを組み立てると、例えばこれは何になるんですか？これはこの鎖です。鎖、少し見せていただきますね。もう、こんな鎖も紙でこれ全部できるんですか？この状態にこの型紙を組み立てるとなる。はい、これものペーパークラフトを買うことができるんですか？そうです。これはの型紙を買うんですか？これ自体を買う？型紙の方です。これ型紙買ってもこんなのできないんじゃないですか？そんなことないです。一応もう切って折って貼ればできるようにはなってるんですけど。そうですか。とても手先が器用でいらっしゃるんですね。器用貧乏ということで。はい、その他の三角くじではいろいろなのペーパークラフトが当たることもあるんですか？この試作で何個か作った色 の、 ちょっと微妙な色合いとか見るのに、はい、最終的にはこっちの形になるんですけど、その前の段階のやつとか出してます。試作品をですね、家の食卓にあるとこれはなかなかいいですね。素敵ですね。はい、1貫100円でいろんなくじが、はい、手に入るペーパークラフトも、ね、400円とかこうするものが100円でもしかしたら当たるかもしれないということですね。はい、普段はこちらお店か何かで出店されてるんですか？いや、普段は何もこういうイベントのみでやってます。そうですか。したらまたどこかでお会いできることを楽しみにしております。はい、今日はどうもありがとうございました。最後にお名前を聞かせください。ミニチャルです。はい、ミニチャルさんにお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。